はい、皆さんこんばんは。気になる男、覆面 YouTuber、タカでございます。ということで、気になる男第8話ですね、第8話。ちょっとすごい時間に相変わらずなってしまったんですけど、撮らせていただきます。ということで、久保さんの方が第7話で、UEI ですね、UEI。まずは、あなたね、あなた。まあ、聞いている方の意見を聞いて、そして、その話をうまく一体感を感じて、そして最後に、まあ、提案をしていくみたいな話し方。こういう話し方がすごく、まあ、いいよってお話していただいたんですけど、まあ、こういう考え方とかも本当に学ばないと気づかないなと思って、初めて自分はそういうことを勉強してなかったっていうところがあって、話すことについてなるほどなということを感じてですね、確かにこの選挙演説でもただ一人でこう喋っている方もいる傍ら、こうやって山本太郎さんみたいにうまく調子を引きつけて話している方もいる。まあ、こうやって一つのスキルでやっぱり変わってくるんだなっていうことを教えてもらったなというね、人の視聴者のね、話を聞き、そしてお互いの共通項をうまく見つけ出し、そして最後自分の言いたいことをプレゼンするというお話なのかなというところをですね、本当にすごく分かりやすいお話だったなと思ってて、で途中に、久保さんの方がこの気になる男のシリーズ、そもそもね、そもそも、タカって誰やねんと、覆面 YouTuber タカって、なんでそもそも気になる男なのと、気にならないでしょと、なんでこの人を、気になる男としてここにいるんだろうと、お前誰やねんというところも、まあ、当然あるかなと思って、それはですね、私自身も思っていてですね、なんで自分こういう状態になっているのかなと、そもそもちょっとよく分かってなかった状態があるんですね。要は久保さんの方が始めるぞと、まあ、いうことで、まあ、メールが来てですね、まあ、始まったわけですよ、気になる男シリーズがですね。でも自分は無我夢中だったわけで、本当に久保さんのチャンネルに出ていいのか、もうそういうのもね、全くわからない状態で夢中になって、この第10話まで来てしまったので、まあ、改めてですね、改めて、なぜ、自分が気になる男なのでしょうかということをちょっと久保さんに問いかけさせていただきたいなと思います。本当に、何が何でしょうか 何でしょうか、本当にこれは自分が視聴者目線でも少し何が起きてるんだろうなと思うところでありますので、本当にそこは少しでもね、ちょっとヒントでもいいんですけどね、まあ、ヒントもしかしたらいろいろ今までやり取りして出てきたのかもしれないんですけど、やはり私はちょっと勘の悪い人間なもんですから ちょっとね、もう少しヒントを出していただけると、ああそうだったのかと、一つの点と点と点が、線につながるかもしれませんので、ちょっと教えていただけると嬉しいなと思っております。そしてですね、そしてこの気になる男がですね、気になる男がその、まあ、商品を今回売ろうとしているということで、まあ、売上目標も立てているというけどもですね、けども、そもそもね、どんな商品を持っているのかと、いや、それ以前に、どんな人に、商品を手に取ってもらいたいのかと、そして、どういう状態の人がね、どういう状態になるためのものなのかっていうのが、やっぱりわからないと思いますのでね、まあ、これは久保さんが言っていただいたんで、そういうのがわからないよねと、で、もしね、そういうのがわかると、すごく、なんか
視聴者さんが分かるんじゃないかっていうお話があったのですね、ちょっと、まあ、サムネでねちょっとだけ表現してるんですけど、まあ、これじゃちょっと、まあ、全然分かりにくいと思いますのでね、ちょっとお少し、作っていたのでちょっと画面の方をもう少し動かしていこうかなと思いますので、一旦ここでちょっと止めますね。はい。さあですね、さあちょっと画面が切り替わったと思うんですけど、どんな人に、商品手に取ってほしいのかというところをちょっとですね、ちょっと、まあ、イメージ化したもの、あくまでイメージ、これあくまでイメージなんですけど、まあ、ちょっとどういう人なのかっていうのをイメージしてみたんでね、ちょっと一緒に、まあ、お時間ある人はちょっと見ていただければいいのかなと思います。私が今イメージしているのはねですね、まあ、35歳の男性ですね、会社員、35歳男性の会社員で、まあ、未婚ですね、まあ、結婚してない男性で、まあ、趣味ですね、趣味はどんな感じかなと思うと、まあ、地下イベントにね、まあ、行くのが趣味だと。35歳地下イベント大好きですと。で、日曜はね、その地下のイベントでこう喋ったね話をね、日曜日にね、いや、あれが良かったねと、これが良かったよねとね、もうずっとね、ドリンク一杯でね、まあ、ドリンクバーだけでね、こうずっと過ごすっていうのが、まあ、楽しいみたいな方ですね。で、まあ夜はね、帰ったらまた YouTube でね、アニメ見たりして、まあ、のんびり過ごしているという方ですね。で、まあ日常、どんな日常を過ごしているのかっていうとね、この人が、まあ基本的にですね、基本的に、まあ仕事中心、まあ仕事ちゃんとやってるんですけれども、別に仕事は好きなわけじゃないと。仕事が好きじゃないんですけど、まあ、あくまでね、上司に怒られない程度にこう適当に、まあ、適当にとはあれですけど、まあ、こなしてやってるという感じですね。適当にこなしてやってると。そして、まあ、10年ぐらいもう会社にね、今の会社勤めてるんで、まあ、仕事もある程度できますと。なのでね、別にこう上を目指すんじゃなくて、まあ、こうね、でかい失敗はしないように、とりあえず無難に無難に過ごしてるみたいな。まあ、中にはね、会社にね、クソみたいなね、上司いるんですけど、まあ、そこはね、ちょっとよろしくやってるという感じで。で、まあ、帰るときは、まあ、定時にね、帰ってもいいんだけど、ちょっとね、みんなの歩調を合わせて、まあ、ちょっとだけ残業してね、帰るみたいなね、一日を過ごしてるみたいな感じですね。で、まあ、帰ってからですね、帰ってからはどんな生活してるかというと、まあ、基本、自炊はしないと。でね、最寄りの駅のスーパーで、こう、値引きのシールね、買った惣菜ですね、買って帰る、食べるね、そして食べる毎日ですね。もうなんかシールをね、貼るのを待つみたいな。でまあ、贅沢はしてないんだけど、もう極端に切り詰めてるわけでもないよと。まあね、お金に困ってるわけじゃないけど、まあね、困ってないよみたいなね、ちょっとみたいないう感じです。で、性格はもうこの人すごい真面目。すごい真面目です。真面目なんだけど、取り柄がないと。なのでね、ちょっと結婚相手探そうとしてるんですけど、まあ、なんか振られちゃってね、3年前で恋愛に対してちょっと、まあ、めんどくさいなと思ってるところなんですけど、で、まあ、仕事は、ね、好きじゃないんだけど、まあ、やりがいも感じてないと。なんで、まあ、仕事がまああるんでね、明日もあるんで、まあ行くかみたいな、まあそういう感じですね。で、この人の悩みですね、この人の悩み、何が悩みかというと、まあ、同僚ですね、同僚がどんどんやっぱ出世してると。でね、会社ではやっぱり一人だけ出世してないとね、まあ、肩身が狭いっていうことがちょっと最近顕著で感じていると。で、ね、最近知り合いが YouTube の広告で、まあ、稼げるらしいよということを、まあ、言ってたんでね、まあ、稼げるならそれはやってみたいと思うけどみたいな、まあ、もっとね、イベントいっぱい行けるかもしれないし、でもやっぱね、顔はさすがにね、同僚バレるとまずいかなっていうんでね、まあ、顔出しなしでね、まあ、YouTube やれならやってみたいなという感じなんですね。でも気になってるけど、まあね、動画作るのって大変なんでしょうと。なんでちょっとまあやるのはね、ちょっと微妙かなみたいな。まあ、でもお金稼げるなら興味あるんだけどな、みたいなね。まあちょっとそんな感じですね。元イベント、なんか地方のイベントだけじゃなくて、ね、まあいろんなイベント行きたいな、みたいな感じの人ですね。はい。でね、この人が、まあうちの塾ですね。うちの商品を買ったら、まあどうなるかと。どうなるかと言いますとですね。まあ、イメージです。あくまでこれイメージですよ。イメージなんですけど、まあ、朝ね、まあ、今日も夜一本動画出そうと。まあ、朝からね、どんな動画出そうかなと。まあ、朝は忙しいですからね。で、まあ、仕事行く前にね、まあ、今日も仕事しっかりして、今早めに帰るように頑張ろうと。
いうわけですよ。で、昼休みもね、昼休みはちょっと時間あるんで、お食事した後ね、ちょっと時間あるんで、まあ、スマホでね、動画ネタを集めたりして、あ、これね、再生数取れるかもしれんな、みたいな。もうあるんじゃねこれ、みたいな。いう感じで、あ、これらの帰ってからを作れそうだな、みたいなね。ちょっとネタを昼休みに探しておいて、まあ、仕込んどいてですね。まあ、これに決めたい、みたいな感じでね。決めといて、で、仕事を、午後はこなしてですね。こなして、まあ、仕事はね、やっぱ集中してやるわけですよ。だから、夜、やっぱ動画出そうとするんで。なんで、まあ、まあ、案件とかね、クライアントさんに、まあ、よくして、仕事をしっかりしてるんでね。まあ、喜んでもらえたらよかったな、みたいな感じでね。まあ、お昼の仕事もうまく回ってるって感じですね。まあ、夜の仕事をするために、まあ、いやいやながらの仕事じゃなくて、まあ、うまく仕事を活かせるなら、やっぱ、喜んでもらえるようなことをすればいいわけで。まあ、その後、まあ、どんどん、ね、こう、仕事も回り出すと。で、夜、帰ってくるとですね、よし、動画作るぞと。まあ、30分しか作らないんでね。まあ、30分作ったらね、ああ、今日はね、まあ、昨日よりいい感じでできたなと。まあ、サムネとかもね、ちょっといい感じに作れたんじゃないみたいな。まあ、ちょっとね、まあ、下り顔で喋ったりしてですね。で、まあ、ちょっとね、他の塾生さんのチャンネルとかもね、見たりして、まあ、今日は俺のが、ね、サムネうまくできてるな、みたいなね。ちょっと勝ち負けじゃないですけどね、まあ、勝ったな、みたいな。で、まあ、まあね、ちょっと気分良くなって、まあ、あとは夜はね、ネットフリックスとか見て、まあ、ちょっとゆっくり寝ようかな、みたいな。まあ今日は一日、いい一日だったな、おやすみなさい、みたいなね、いう感じに、まあなるのかと。これ、あながち、まあ嘘じゃない。おそらく、塾生さんに聞くと、まあ、こういう一日のスケジュールに、まあ、なってるかなと、まあ思ってるので、こんな感じに基本はなると思います。なので本当にね、こういう状態になると思いますし、まあこういう人になってほしいですね、自分は。まあこういうね、ちょっと目がちょっとね、こんな感じの人でも、ね、毎日がこう目標なくね、まあ目標なくというか土日のイベントだけが楽しみだったっていう人がね、平日もね、こう、すごく、なんでしょう、平日も、こうなんか生き生きとしてるみたいなね、ここにはちょっと土日のことは書いてないんですけど、まあ平日もね、しっかりとこう生き生きとしてね、生きていける。まあそういうね、ことができる。まあ、軸と私は思っていますし、まあ、そう信じていますし、まあ、そうなるになりますので、本当に、まあ、今塾生さん見てるとまあそんな感じに見えて取れるので、ね、まあ、こうなるでしょうというところなのでね、まあ、こんな方、まあ、こういうね、方になりたいですね、こういう方になりたい方、こんな感じにね、ちょっと毎日平日がちょっと面白くないなと、うまく充実してないなっていう方はね、興味を持っていただければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、久保さん、ちょっと少しここ長くなっちゃったんですけどね、ちょっとイメージしてみました。そして、久保さん、私の、まあ、気になる男ですね、気になる男、どういう子が気になったんでしょうかというところが、私ちょっとちんぷんかんぷんなものでしてですね、少しヒントをいただけるとありがたいなという次第でございます。はい、ということで、ここまでお聞きしていただきありがとうございました。覆面 YouTuber 高でした。